ちゃ TikTok 見てます。ありがとうございます。あ、ちあああれ、あああれはそうです。ってことで、あ、回してくれるんですか。今日は順子の回しで。順子が回し MC 順子。ちょっとそれ言われちゃうとさ。いや俺普通にやろうと思って MC 順子。乾杯したらね。ね、来ました、来ました。じゃあ乾杯の温度は、で私が取らせてもらいたいと思います。ってことでマジック披露していいっすか。マジックマジックするか。またマジック披露していいっすか。一人だけパートナーを教えて。あ、じゃあケンスケ、ちょっとお願いしてもいいですか。はい、何ですか。そしたらちょっとこれ今からこのビールを一瞬で消すマジックしたいと思います。わーわーわー、ガチですね。ミュージックスタート。タララ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 ラ。じゃあ消します、用意スタート。いやいや絶対そんなわけないよ。なんで、すごい、なんで消えたの。すごすぎるわ。乾杯。乾杯。なんや、たつきもマジックできるらしい。タラリラリラタラリラリラリラ。市原隼人。おー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 ラリ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 ラ。おお、たつきもマジックできんの。いや見えてたよ。いつはマジック。おお、あのマジックはどっちかしたらこっちね。やってる側、あの別にこっちマジックかけられてる側だから。なんか珍しくない、こう飲みに。いやー、ね、来るなんて、ね、初めてですよ。しかも渋谷、渋谷で飲みはね、ちょっとアウェー感じてるな。やばいな、ちょっと渋谷はまずいな。肩に狭いよね。可愛いお嬢ちゃんばっかや。お嬢ちゃん、ね、言い方キモいな。お嬢ちゃん育ちいいね。いただきみゃーす。いや、それもタラリラリラ。それはもう俺、ブリのマジック。やめろ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 。ブリマジかいい。ブリマジかだよ。ケンスケがさ、うん、俺はビールが好きになってくれて嬉しいのよ。いや、ほんとだよね。そうだね、あの世界変わった。いや、ずっとさコーヒー好きだったからさ、うん、コーヒー好きならビールも好きだよっていう話はずっとしてたじゃん。してたね。やっぱ分かったっしょ。マジでうまい。美味しいよね。マジでうまい。もうこ本当にこれしか飲まないよね。うん、あと見ない。ケンスケコーヒーが好きなんじゃなくてアイスコーヒーが好きなんだけど。あ、終わった。どうですか、北海道。はい、いらっしゃいろ。あ、そうだ。あ、やべやべ、ひどい話ですよ。あ、やべやべ、そうだ。あ、待って、イライラしてきた。これもひどい話ですよ。コーヒーの話、本当にクソ野郎だっていう話。知らしめたい。本当に本当に。なんなん。僕も払ってますから。僕も払ってますから。ちょっと払った身からちょっと話してあげて。未来さん言っちゃってください。健介の大学生の時に、はい、あんまコーヒー飲んだことないみたいな感じだったから、うん、めちゃくちゃうまいよっていう。で、健介、まあ健介ってこういう性格だから結構合わせてくれるのよ。うん、はい、で、美味しい美味しいって言って、はい、ね。言ってくれたもんで、うん、俺はケンスケ、そこから毎日ケンスケコーヒー飲んでるの、うん、会うたんびに、うん、コーヒーマジで好き。だから、あ、俺的に嬉しいやん。嬉しいね、めちゃくちゃ。あげたものを共有してくれてるんで、しかも、うん、はい、その時のどんぐらい美味しいかの表情してあげて。アイスコーヒー飲んだ時に、はいはい、ビール。あ、これアイスコーヒーだと思って。頭抱えるほど嬉しい。嬉しい。薄れたものがこんなに頭抱えて喜んでくれるなんて嬉しいやん。嬉しいな、こちらから、うん、だからそっからまあ1年ぐらい経ってもずっと飲んでるから、うん、ゲスト本当にコーヒー好きになったんだと思って、うん、で、まあ、その時まだタツキはまだそこまで仲良くなって、ね、だから3人でよく誕生日会をやってたんだけど、気まず、ジュンと俺でね。まだ出会ってないから。まだ出会ってないから、ね、そこは俺たち3人のね、まだ可愛い時代だったからね、誕生日会は恒例だったんです。で、順に夜な夜な健介何祝おうかっていう話をしてて、で、まあ、順が、いや未来なんかないって言われたから、健介最近コーヒーめっちゃハマってるって言うから、あ、いいじゃん、じゃあこの際だし2人でいいコーヒーメーカー買おうって、ネスプレッソっていう、しかも期間限定のカラーが出てたから、それいいじゃん。お、めっちゃいいじゃん。結構高いのよ。それをね、買ってあげたの。おい、買ってあげたんだ。買ってあげたよ。じゃあケンスケ、コーヒーメーカーです。そうですね、はい、渡しました。その時の反応お願いします。え、マジで、うわ、一番欲しかったやつ、マジで。マジでありがとう。
で、そっから4年後、一回も使ってないこいつ。ここに食べてんの、ね、この間ケンスケんち行ったらさ、めっちゃホコリかぶってた俺たちがあげたネスプレッソあって、でネスプレッソってなんか一粒なやるやつがね、こうブツを入れてズーって、そのブツのケース買った当初のやつだった。なんか申し訳ない程度に一杯だけ使ったケース。味見しました。味見して違ったやな。違ったやろな。ひどくない。やひどいな。俺もう本当にショックで。いや、あれしかも安くないでしょ、コーヒーメーカーって、ね、安くないよ。高いよ。ホットコーヒーは好きじゃなかった。じゃあごめんなさい、その時は言わなかったよ。いや、あとね、別にホットコーヒー好きだと思ってた。そう、確かに。アイスコーヒーしか飲んでなかったから。確かに。そう、遊んでた時期が夏とかじゃん。そうだね。ってそう、そういうのもありますよね。じゃあ、あれは結論、結論いらない。お前殺しとるから。ほんと最低最低。いらない。嘘、いらないの。嘘でね、ケンスケに言ったのよ、うん、ケンスケもうこの際だからいいと、うん、それはまあコーヒー、あ、ホットコーヒーも苦手なやつはいるかもしんないから、うん、俺大好きだから、うん、そのコーヒーメーカー貸してくれと、うん、したら無理。どういうこと？それはケンスケの中でダメなんだ。本当にどういうこと？いや、あの人にもらったものだから、うん、それは大切に使いたいなって思い、うん、あ、で、ね、何回使ったの？に？あ、うっさ。え、待って、本当にいろいろしてる。しかも、これだけじゃないから、俺が何？大好きなうどん屋さんの知ってるでしょ、たつきも何回も紹介してるでしょ、はいはいはい、埼玉の藤棚うどん、藤棚ですね、はいはいはい、そんなうどん好きだと思うや、ケンスケ、で、藤棚連れてって、うまいうまいうまいって、めっちゃ喜んでくれんだよ。本当にうまいうまい食うの。で、俺、最近小耳に挟んだんだけど、小耳ってか、まあ、純から聞いたんだけど、ケンスケうどん好きじゃないよ。え、だから、俺から言わせてもらえば、ケンスケが、あのうどん行ったよっていうのがびっくりして、未来が喜んで話してきたから、いや、ケンスケとうどん行ったんだよねって、え、違う違う違う、ケンスケうどん嫌いって言ってたよ。未来何言ってんのっていう、ジュンからしたらもう右耳と左耳で違う真逆のこと入ってきた。そうそうそう、だから、そう嫌いって言ってたから、え、どうしたって。嫌いはごめん、嫌いは嘘だな。じゃあいや、嫌いだよ。それ証明するために、この間丸亀うどん行ったけど、こいつ親子丼だった。俺確信したもん、あ、こいつガチだって。ガチだったでしょ。そう。で、バレたから、ケンスケは、バレた時のケンスケが一番うざいの。面と向かって、嫌いだよ。開き直んなよ。ケンスケ開き直んな。開き直んなって。え、でも最近、一番好きうどん。ほら始まったわ、これ言うてます、言うてます、始まりました。最近一番好き飲め、はい、バップ。マジックしたのかでも、ケンスケからジュンにも言いたいことあるんでしょ。何？ケンスケから、どれどれって何？あー何ですか、ね、あるでしょ、でも、ケンスケも物申したいことあるんでしょ。いや、それはあって、結局、ジュンは人のことは言えないよねっていう話はない。何？今めっちゃ言ってたよ、ケンスケに対して。そんなことない。いや、それこそ逆で、俺と未来と純で3人で仲いいって話をしたじゃん。あ、ごめんね、ごめんね。まあ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 、気まずなる。仲いいですよ、今はね。大学の時は3人が仲良かっただけです。で、今度は純の誕生日、純、うん、の誕生日でありましたね。俺と未来が、純映画好きだから、うん、大好きだね。そう、純映画、プロジェクターを買ってあげようって。おお、そうそうそう、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。そうで、まあ、割としたよね、それこそ割とするよ。プロジェクターめっちゃ高いじゃん。もうなんか、うん、同じような話になっちゃうよ。高いよね。あとこれもそう、一緒だから2人で半分して出そうって。そんでそんで、そう、それで、ジュンにプレゼントして、なんかなんだ、エアビーみたい。一回待って、はい。そう、プロジェクターを渡しました、はいはいはい、で、こうやって見るんだよって説明もしました、うん、で、純の反応もすごい良かった、うん、よかったね、うん、じゃあその時の反応1回だけやってもらおうか。プロジェクターを渡しました、2人でこうやってね、純氏、誕生日おめでとう。え、待って、プロジェクター。え、待って、今一番。
マジ相当喜んでたんだね。そうそうそう、いいじゃない。そう、うん、で、使った回数は1でれれ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 れあくまでもマジックですからね。あくまでもマジックですから。こっちひどいですよ。しかも1回って、ね、まあ、え、違うよ、その1回って多分俺らの1回だよ。俺らがいた時だよね。だからゼロだよ、ゼロだよこれ。あ、何ゼロ。いや違う、喋んないで。ちなみに水戸行ったじゃないですか。あ、純実家水戸なんですけど、うん、茨城ね、茨城県。そう、うん、俺たちが挙げたさ、プロジェクター水戸になかった。水戸になった。だってさ、そしたら俺たちが住んでる場所にさ、うん、今頃プロジェクターが打ち出されてるわけじゃん。そうだよ、確かに、なんでないんだろう。そうだよ。でもそれはあくまで自分のものっていう風に隠すために、もうなんなら俺はみんなのあの床の間で開いてくれいいと思うけど。いや俺も見たい。俺はこれもさ見たいし、多分みんなも見たいと思うから、ちょっと持ってきてもらっていい？いや大丈夫、ほら、これなんすよ。なんでずっと大丈夫、俺全然、俺使うし。え、で、実家で使うってこと？いや、普通に今、もう使うから。ありがとう。じゃあこれは結局誰がいけないの？未来。だらららもうこれはもう未来がいけない。すいません、あのプロジェクターの案出したのも俺です。プロジェクターの時になかったな。タバコカートンでくれたから。俺はさ、うん、嬉しいですよ、2人の趣味を考慮して買ってあげたつもりだったの、はい、嬉しいです。でも俺は2人からもらった財布を今でも大切に使ってる。いいやつやん、もう未来もう。俺らめっちゃ悪くなってる。この差は何？このさ、なんだろうな、ほんとひどい話だな。大丈夫未来、そんな傷ついた心に俺がタンプレア渡して癒してやるから。お前さ、お前さ、この話も聞きたい。やるから。お前さ、俺たぶん10年目よ。そうだね、長いね。ほぼ10年ぐらい経ってるけど、一回も誕生日プレゼントもらったことない。嘘つけ。俺のが先なの。それはなんで祝いたいって気持ちにならんの？そうそうそう、あの祝いたいってもちろん思うし、プレゼントあげたことないわ。嘘です、あげました昔。何あげたの？パンツでしょ。パン。それ旅行のお土産。それ旅行のお土産。何個食うねんお前ブリ。頼もう、もう一個美味しいから。ブリ？頼もうや。お前そっちが行くんだ。俺も結構食ってんね。お前マジか。え、俺ごめん、あのタコ一個も食ってないし、カビ1枚しか食べない。だよね。ケイスケ、ケイスケ、ケイスケ。ケイスケ。ブリは。俺より純の楽だ。え、お前らマジかよ。え、お前がお酒飲んでるとなんか食べちゃう。いや、それは知ってるよ。むしろ知ってないからやばい、なくなると思って。これじゃ見たら気づいてた。だから俺は負けじと食ってた。動画見ればわかるけど俺死ぬほど食ってるの。一番お前本当にふざけて。でもあのこの間言われたよね、あの最後の一個勝手に食うなって。ああ、ジュージでしょ。俺、あの餃子だっけな、餃子怒られた。これ性格出るからね。最後の一個を勝手に食うか食わないかって。あのね、 MBTI で赤い人はね多分食うんよ。あー、ごめん、俺食っちゃった。みんな赤だからね。いや別に、でも違うのよ。じゃあ俺一回様子見たのよ。俺も言いたいことある。2分ぐらい経っても誰も食わないから食おうって。そこで食うか食わないか、手をつけるか手をつけないかの差なの。違う、俺は別に俺は食べないけど、未来に「え、俺食べていい？」って言われたら「え、食べないよ」ってなるのに、はい、勝手に食べられるから「え？」っていう感情が生まれちゃう。そこの断りが欲しいんだね。そう、うん、だからこれは多いと思う、うん、まあまあ確かにね。そう、分かる分かる。なんで言わないのってなっちゃう。言えば「え、全然食べないよ」って気持ちよくなって、未来も気持ちよく食えるのにっていう。いや早いもん勝ちやん。早いもん勝ち。弱肉強食やね。後ろに弱肉強食やね。冗談だよ。さすがにね。さすがにね。なんで洗いそうやってんだよ。こうやって言うけどさ、俺銃は汚いと思うよ。なんでよ。最後の一個は手つけないで中身を食ってんだもん。あ、なるほどね。それは汚くない？俺は今必死になって取ったつもりなの。やばい、なくなると思って。それは確かにみんなのことは考えてなかった。もうブリを食べたい一心だったから。こすいな。こいつこすくない？こすいな。いやでも性格は出るよな、確かに。いや出るよ。あれ本当にやってよかった。これ別にお互い悪いことしてるわけじゃないもん。ジュンは最後に一個なのに断り入れないんだって思うけど、未来からしたら、いや当分誰も手つけてなかったんだから、別にいらないから、じゃあ俺が食べる。別に悪いことですね。そうなんだ。俺的に
食べたかったら最後の1個食べるときって一応様子見るのよ、うん、で、あ、食べないんだなって、うん、俺の考えだと食べたかったら一目散にこれ食べていいって言うから。なるほどなるほど。なんか俺のタツキは分かると思うけどさ、高校の環境はもう最後の1個こういう環境で育ってきたじゃん。もう一回行けよ、もう食えば勝ち。でもなんか奪ったら俺のもんみたいな感じだったから、そこは確かにちょっと違うと思う。でもあ、それは大切だなとも思った。自分勝手すぎたから高校の時とかは。いや、それは逆もしかりで、あ、それで楽しくなるんだっていうか、うん、その笑いもあるんだっていうか、あ、なるほどね、そのノリもできるんだと思って俺は出会ってからそれしやすくなった。なるほどね、はい、なんかもうこうとこういう感じだったから食うぞってなる。あ、なるほどね、いいね、お互い中和していい。そうそうそう、あ、でも確かにめっちゃいいことだね。化学反応起きてるよ。いや、学びは大きかった、そうだね、いろんな面で。いいね、友情一気しとく。友情一気しようか。あら、いいよ、見たい。友情一気しとく。大丈夫、大丈夫。え、大丈夫。あ、大丈夫。これが陽キャと言っちゃう。乗らないんだよ、飲み会でね。違うよね、綺麗な、あと、うん、あと俺まだ慣れてないのよ、友情一気しようぜって言って、うん、あ、大丈夫。だからシュンってなんだよ、その引き出しを持ってないもんね、だってそう来ると思うもん。こういうタイプもいるんですよ。ジュンのおかげで俺は酒の場でうざいやつだっていうことを自覚できたから、まあよかった。嫌な人もいるってことが分かったから、やめるわ、こういうことするの。いや、全然いいんだよ、それは未来が。だから自分勝手に飲むのよ。だけどなんか一緒に飲みたくなっちゃうんだよ、ね。そうやな、やりたくなっちゃうもんね。たまに嬉しいんだよこっちも。あ、嬉しいは嬉しい。嬉しいは嬉しい。あ、嬉しい。え、嬉しい。じゃあ友情一気しとく。大丈夫、全然大丈夫。おお、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 お、勝てそう。これ大丈夫そう。はい、いいんですか。お兄さん大丈夫ですか、映って。いいんですか。じゃあもらおう。嬉しい。掴み取りとかですか。勘弁してもらっていい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。あとなんかさ、なんかもっとばらけさせるとかないの。俺だね、これ。なんでケンスケ一緒にしてんの。これは何なの、美味しいの。タツキが飲みやすいからって言ったから、これがいい。本当に言い寄ってんな。てか何飲もうとしてた、みんなで。乾杯してる。いや、ジャン負け一人っしょ。よいしょ。おー、まあ、ジャン負けっていうか、なんかじゃあゲームやって負けて、ゲーム一人ずつは1個ずつ。いいじゃない、全部1個ずつにしよっか。1個ずつにしよっか。山手宣言、お題はよーよー、お魚の名前。あー、いいね。右拳回りいきますよ、はい、せーの、マグロ、シャケ、キンメ、タイ。え、幼い。え、なんで。しかもさ、俺がちょっとタイ被せてくるのやめて。あと金目とタイは同じじゃ。金目タイって言わなきゃ。え、でも金目って言ったら、じゃあ金目タイって言わなきゃ。でも違う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 、インキャの、俺はインキャの師匠、俺がインキャの切れ方だったな。じゃあ金目タイって言わなきゃ。じゃあジェンシカ飲むってよって言って、そんなの見たことないから、やばいな。ジェンシカ次のゲーム始めて。あ、じゃあ俺が唯一知ってるやつとか、まあ、それからやつ知ってるやつある。ワッショイ。なんですか、知らないよ。え、ワッショイ。そうやってやってさ、ワッショイだっけ。一世、じゃあワッショイ2とか。ドスコイじゃないの。ドスコイじゃん。だよね、だよね。俺も言い訳ありすぎて、いや、なんでお前喜んでんの。ワッショイやろうか。まあ、じゃあ俺ら流でワッショイでいくか。じゃあ、じゃあワッショイで、ワッショイでいいですか。ワッショイじゃあ俺が作ったということで、ルール教えて。あ、これはワッショイなんとかって言って、俺が頭文字のひらがなを言います。はい、で、その文字から始まる上がった文字の文字数。はいはい、例えばだけど、じゃあ俺がワッショイあーって言ったら、今上がったのが1、2、3、4、5、あの5文字を言って、あの5文字、あー、アナコンダ、難しいね。アナコンダワッショイって言わないだろ。すごいな。アジャコングワッショイ、アジャコング。オッケー、じゃあワッショイゲーム。ワッショイゲーム。ワッショイ。い、みそぎんちや、あ、次に着イソベアゲ。お、え、今6。インドネシア、インドネシア。よし、わしょい。俺も今言おうとしたのに。インドネシア、わしょい。イングランド、わしょい。イカリゲンドウ、フダノウジ。イカリシンジ、ドスパシ。
リア。お前息子お父さんくわ勝てよ。お酒が飲みたいよ。息子でクリア。飲んだらええやん、ええやん、飲んだらええやん、飲んだ。じゃあ、はい、まあ、これは多分あんまりやってる人いないんですけど、おや、まあ、俺たちの中で有名な日本野鳥の会。野鳥の会ですね。来ました野鳥の会。これ東大考案らしいですよ。あ、そうだ、友達が言ってたんだけど、なんか日本野鳥の会って言って、目をこうやってやって右に1回やると次に移動する、2回やると1個またタツキに移動するってのをどんどん回していく、はいはいはい、右左で2回までです、これは。はい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 、でこれはここしか視界がない上にこうやってやるから酔っ払うっていう。なるほどね。はい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 、はい、はい、ということで、いきますよ。しかも見えないね。見えないよ。日本野鳥の会。ほんとうまいやん。うまっ。あれうまっ。ラララライラララライラララライ麦畑で隠れてオナニーライラララライラララライ麦畑で隠れてオナニーライラララライ。はやっ。おいよ。そしたらじゃあ今日主役がいれば先に、まあ、ムードメーカーだよとか、最近いいことあった悪いこと、最近いいことあった悪いこと、主役っすね。一番主役っすね。主役っすね。最近いいことあった。好きなカード一枚選んでください。どこでもいいですか。どこでもいいです。見えてるカードで。見えてるの。いや、ダイヤのエース。おお、いいじゃん。みんな見てる。はい、見て大丈夫です。もちろんなんでこう普通こう行くじゃないですか。はい。見えない状態。これって今日プレゼントしようと思ってるんですよ。ええー。本当に好きなカード選んで欲しかったんですよ。じゃあこのダイヤのエース世界で一枚だけです。うわー。お兄さんのカードとしてサインをいただける。うわー。マジ。どんなんですか。どんな感じですか。純設定セブンです。あら、いいじゃない。設定セブン。いいじゃない。世界で1枚だけのカードになりました。はい、ここまで OK ですね。ちゃんとして良くないこともちょっとしてみようかなと。あら、何ですか。まず大前提です。マジックっていうのは魔法に見えるのは。魔法に見えるのは大前提、当然だと思います。ちょっと待って。なんで？待って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 。ことがね、待って、えぐえぐえぐ。え？待って。全然わかんない。ちょっと待って。うますぎる。こんな感じで魔法には見えるんです。はい。魔法には見えます。ただユーチューバーさんだったら、もしかしたらこうリール動画とかでね、種明かしを見たことがあるんじゃないかなと。つまりマジシャンって種仕掛けを魔法に見せるエンターテイナー、はい、役者なんですよね。はい、行きましょう。今どこにダイヤのエースありますか。いやもうそれは当然一番上ですよ。一番上、はい、じゃあこうすればね、一番上だよ。はい、一番上、一番上、一番上。じゃあ動画撮ってるお兄さん、そのままお好きなタイミングストップどうぞ。ストップ。結構下の方どうぞ。え、いや嘘だよ、嘘だよ、嘘だよ。行きますよ、行きますよ、行きますよ。せーの。えぐい、えぐい。マジ？なんで？じゃあ、こんな感じでいろいろあるんですが、これ動画使いたい感じですかね。使いましょうか。じゃああんまりこうね言えない範囲まで言えないので、じゃあこう中に入れて指を鳴らすと、嘘だ、入ってる。あ、できてない。じゃあ今どこにあるかっていう話ですよね。はい。そう、中に入れてますからね。中にはいると思います。一番上っていうのは、全然違う番号ですね。じゃあスペードのエース振ってあげるとどうでしょう。マジックって、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、鳥肌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 、ちょっと待って、ガチですか。マジシャンって、やばいわ。上がってくる瞬間、動画に収められたら結構いいと思うんです。誰かね、見破れたら面白いと思うんです。はい、ダイヤのエース中に入れます。はい、じゃあお兄さん、グーッと押し込んでください。押し込んで、ちゃんと押し込んで。どこの星から生まれてきたんですか、お兄さん。全然田んぼから生まれてきた。嘘。生まれてたの。まあもしかしたら映ってるかもしれない。これこうやって口に加えると皆さんね、手だけじゃないんだなって分かるわけですよ。そうすると周囲散漫になります。今までずっと手元見てたのに次買うかもしれない。はたまたテーブルかもしれない。いろんなところに視線が行くようになります。こうやって惑わしていくんです。うわー。ラスト、まあいいことあった。はい、何がいいことかわからない。まあ
動画で使える範囲でこうね言っていただければいいなと思うんですけど、ダイヤのエース一旦ね主役のカード封印しましょう。はい、ストップでどうぞ。ストップどうぞ。僕も見ちゃいます。はい、ハードルクイーンね。先ほどのダイヤのエースっていうのは、お二人のサインが表面に書いてある状態。はい、はい、そしてなんでさっき皆さん視線誘導に引っかかったかわかります？いや、こっちしか見てなかった。そうですね。あともう一個は押し込むカード、そもそもダイヤのエースじゃない可能性ありますよね。いやいやいや、マジックっていうのは結局裏面が一緒だから皆さん引っかかっちゃうんですよね。はい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 、はい、これで例えば全く違うカードをさっき選んだハートのクイーンですよって言って中に入れても分かんないわけですよ。はい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 、ならこのハートのクイーンっていうのが裏面から見ても分かるようにすればいいと思うんですよ。ああ、裏面にサインください。どうも。なるほど、それは分かるよな。確かに。はい、お兄さんもよかったら会長の、はい、ありがとうございます。じゃあね、こんな感じで書いていただきましょう。裏に文字が書いてあればもう間違いなくね、世界で1枚だけだよってなってると思うんです。選んだカードをハートのクイーン覚えておいてください。ですね、これでさっきも言いました、これで違うカードをハートのクイーンですって言っても皆さん信じれないですね。はいはい、はい、皆さんにとって都合がいいカードになりました。はい、僕にとってはちょっと都合が悪いわけですね。そうです、はいはい、ね、マジック見破られちゃうと。そうです、ね、ならこの都合の悪いサインは一瞬消してみましょう。ちょっと待って、なんで、どういうこと、なんで油性、油性、油性。もちろん下に行ったりとか前見に行ったりはしないですね。はい、水星で描いたやろ、ケンスケ。それもなんかお二人かわいそうになっちゃうんで、はい、これで探していきましょう。これね、マジシャンのプレゼンっていう言葉さん。おーっと、いつだかに。え、じゃあだって上にあったもん。そうですよね、プレゼンテーションの面白さなんです。消えたというと消えたように見えるだけ、実は隠したものを消えたと伝えただけ。はい、じゃあこのままね、裏面にサインがあるっていうことはすごくね、わかりやすい。中にあるよ、下の方にありましたね。はい、ね、まあ、こうやってカードも仕掛けてる。やばいよ、ね、だってやばい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 、どういうこと。嘘でしょ。まあ、かなり技術っぽく今見せてきました。技がねすごいんだな、器用なんだなって思われたと思います。ただ一番大事なのは今日いいことありましたって言ってね、お兄さんにカード1枚選んでもらって、主役のカードダイヤのエース、裏面にねサイン書いてないカード、そして裏面にサイン書いてもらったお二人のカードがあるわけですね。はい、じゃあ僕から見て左側お二人っていうのは選んだカードハートのクイーン、右側はダイヤのエースです。はい、これ位置関係的にトランプ分かりやすいですね。ダイヤのエースとハートのクイーン。あ、そうですね。はい、ダイヤのエースとハートのクイーンですね。はい、ここですね、ここまで。そしたら今日の主役改めて聞きます、誰ですか。誰です、はい、お兄さんが選んだカードは右左どっちですか。こっち、こっち、はい、何ですか。最初に何言いましたっけ。自分のカードとして好きなカード選んでます。なんでか、今日はプレゼントしようと思ったんです。え、はい、でもプレゼントすると言ったのはそう、え、え、やばい、ちょっと待って、え、僕ダイヤのエースだけプレゼントしますってお伝えしたと思います。はい、わかんないですよ、持ち帰っただけかもしれない。確かに、まあ、そう、確かに、ね、そうだよ、おかしいもん。さっきの消えたけど隠したみたいなね。お兄さん、はい、手が器用だからね、え、持ち帰ったようにして。そうでしょ、それを、ちょっと待って、怖い怖い、わかんないですよ、わかんないですよ、お兄さん、そんなわけがない。お兄さん、いきますよ、ダイヤのエースどっちだと思います。え、こっち、確認してみてください。え、そうだ、いくよ、うん、せーの、うん、やばなんで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 。ハートのクイーンからサイン消えて、え、俺が書いたはずのサイン、ほら、無駄、え、俺のサインは開いて、順次いきましょう、せーの、うわー、え、おかしい、え、なんでなんでそうなってんの。おかしい、あたおり、え、待って、え、今日は1枚のカード、今日の主役に選んでもらったカード全員の名前を合わせて僕のマジックを選んでもらって、ありがとうございました。合ってるんですよ、このグラスの中に一瞬で消すことができるんですよ。ちょっと隠してもらってもいい。あ、どうぞ。ミュージックスタート。ラリ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 ラ、あえなおい、すげえ、あえなおい、ありがとうございました。クライナーの量と同じペースどこに行った俺は、もしかしたら本当にマジックかもしれない、早すぎて、どこがやねん。